汗ばむ季節、汗拭けシートを使っても匂いが気になるなんてことないですか？マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。今回の動画では体臭を消す食べ物について解説していきます。何をやっても体臭が気になるという人は今回の動画で紹介する食べ物を取り入れることで匂いを気にせず夏を爽やかに過ごすことができます。今回の動画の前半では体が匂う人のタイプを4つ解説していき、動画の後半では体臭を消す食材について6つ解説していきます。この動画を最後まで見ていただくことでこれほど気になっていた匂いが驚くほど匂わなくなっていきます。ぜひ最後までご覧くださいね。本題に入る前に今後もこのような情報を見逃さないためにチャンネル登録をよろしくお願いします。では早速体が匂う人のタイプを4つ解説していきます。その前に1つ質問です。体の匂いの正体って何だと思いますか？3秒考えてみてくださいね。いかがですか？体の匂いの正体は皮膚から出ているガスです。人間の皮膚からガスが出ているなんてと思いませんでしたか？このガスにはいろんな種類があって、それぞれガスの発生源が違うんです。そこで代表的な4つの体臭を解説していきます。体が匂う人のタイプ1つ目、加齢臭。例えば古い畳の換気の悪い和室に入った時の匂いって想像できますか？かなりきつい匂いですよね。加齢臭の匂いは皮膚の表面で作られます。皮膚の油が変化して作られる成分が匂いの元、ガスの正体というわけです。特に加齢臭は50代過ぎると気になり始めます。年齢を重ねると皮脂の分泌量は減る代わりに油の種類が変化して匂いの成分ができやすくなるんです。若い人の油は匂わないけど年齢を重ねた人の油は匂ってしまうんです。でも加齢臭は男性に多いんじゃないのって思いませんか？いえいえ、これは全ての人に当てはまります。皮脂が酸化すれば加齢臭が出てしまうんです。これはショックですよね。特に女性の場合、女性ホルモンによって皮脂の過剰分泌が抑えられています。ところが年齢とともに女性ホルモンが減ってくると相対的に男性ホルモンの働きが活発になります。すると皮脂分泌が促進され加齢臭も発生しやすくなります。特に更年期以降は加齢臭が年々強くなると言われています。最近家族からなんか匂うようになったねなんて言われていたら要注意です。加齢臭かなと思い当たる人は特に動物性の脂肪の取りすぎに注意するといいです。次に体が匂う人のタイプ2つ目、ミドル脂臭。ミドル脂臭は40代頃から発生しやすいんですけど、どんな匂いだと思いますか？3秒考えてみてくださいね。いかがですか？頭の後ろから首にかけて使い古した油のような強烈な匂いです。よく中年以降の男性がバタクザイと言われるあの匂いですね。満員電車の中で嗅いだことのあるような匂いかもしれません。これは汗と一緒に出る乳酸を皮膚の表面にいる菌が分解した時に出る地汗汁がこの匂いの成分の元になっています。例えばこんなことないですか？更年期でホットフラッシュや多汗症などで汗が噴き出して止まらない、この時に一気に出る汗には乳酸が多く含まれているので匂いやすくなります。思い当たる方はまずは汗腺の機能を高めることが大事です。例えば空調の効いた部屋で長時間過ごしたり、運動不足になると汗腺の機能が低下しやすくなります。運動や入浴などで汗腺の機能を高めるといいです。体が匂う人のタイプ3つ目、汗臭。汗は匂うものって思っていませんか？それは間違い。汗は本来無臭なんです。ところが汗の中の成分が皮膚にいる菌によって分解されると酸っぱい匂いになってしまうんですね。要は汗の匂いって私たちの皮膚表面に存在する細菌と汗が反応することによって生じるわけです。例えばこんなことないですか？夏場は特に気になる汗の匂いで子どもの帽子や靴の中が匂う、自分の脇汗が気になって恥ずかしい、このような匂いがこもりやすい場所は強烈な匂いになることもありますよね。自分では清潔に保っているつもりでも周囲にはその人の匂いとして伝わっています。特にカレーやラーメンを食べながら汗が髪の中から頭皮額にまで吹き出している男性を見かけませんか？そのままにしておくとやがて頭がプーンと匂ってくることも。
こんな人の隣で食べたくないと思いますよね。それがもし自分だったらと思ったらショックですよね。なので汗はかいたらこまめに拭くことが大事です。よくレストランなどで出されたおしぼりで顔を拭いてるおじさんって言いますよね。実はこれ体臭ケアになっているんです。体が臭う人のタイプ4つ目、疲労臭。鼻にツーンとくるのが疲労臭です。アンモニアの鼻につくような強烈な匂いですね。疲労臭の原因はストレスです。実は血液から皮膚に染み出してくる匂いなんです。精神的なストレスや肉体的な疲労がたまると血液中のアンモニア濃度が上がるんですね。するとアンモニアが皮膚からガスとして染み出して結果ツーンと臭うというわけです。でも自分が疲労臭が出ているのかよくわからないと思いませんか？そこでチェックリストを作りました。5つ項目があるので今からチェックしていきましょう。1、お肉をよく食べる。2、お酒をよく飲む。3、あまり運動しない。4、夜更かしをしている。5、ストレスが多く心配性で緊張しやすい。いかがでしたか？3つ以上当てはまる方は要注意です。巣箱の疲労臭、厄介なのが血液から染み出すので全身から匂います。しかも皮膚表面で匂い成分が作られていないため体を洗っても匂いが消えるわけではないんです。なので疲労臭をなくすためにはストレスや疲れを残さないことが大事です。それに加え腸内環境を整えることも疲労臭を和らげるのに有効です。ここまで体が匂う人のタイプを4つ解説しました。いかがでしたか？今すぐこの匂いをなんとかしたいって思いませんか？ではここから体臭を消す食材を6つ解説していきます。なぜこの食材が体臭を消してくれるの？という少し理論的な話をした後、体臭を消す食材を6つお伝えするのでしっかりついてきてくださいね。実は腸の働きが悪いと臭い物質が血液に紛れて汗が臭くなると言われています。これを腸管循環と匂いの関係性から解説しますね。腸管循環とは生体物質や化学物質などが胆汁とともに胆管を得て十二指腸に分泌され、腸管から再び吸収されて門脈を得て肝臓に戻るサイクルのことです。腸管循環するものの中には匂い物質も含まれます。この働きが悪いと匂い物質が血液に紛れ込み汗や息が臭くなると言われています。なので体臭を抑えるにはこの腸管循環を正常に機能させることが大切というわけです。そこで効果的なのが今からお伝えする腸内環境を整えて体臭を改善する食材です。それでは体臭を消す食材6つの1つ目、ヨーグルト。腸内環境を整う食べ物はといえばヨーグルトが思い浮かぶ方も多いと思います。ヨーグルトは体臭を抑える発酵食品の代表と言ってもいいくらい腸内環境を整えてくれます。特にビフィズス菌や乳酸菌の入ったヨーグルトがおすすめです。腸の中でビフィズス菌が増えると腸の中でアンモニアを作る悪玉菌が減ります。その結果匂いの元のアンモニアの量を減らすことができるんです。例えばヨーグルトにブルーベリーをトッピングするとヨーグルトの善玉菌に加えてブルーベリーのアントシアニンにも消臭効果があるのでおすすめです。他にも私が一押しのヨーグルトがあるので詳しくはこちらの別動画をご覧くださいね。2つ目、生姜。生姜といえば私たち女性の強い味方、冷え改善のイメージがあるかもしれませんね。冷え改善と体臭と何の関係があるのって思いませんか？実は生姜の成分の生姜オールには血流を促進させる効果があります。すると冷えやすいお腹をポカポカと温めてくれるので便秘改善になるんです。便秘のままだと腸内環境悪化させて体臭の一因である悪玉菌を増殖させる原因となります。なので生姜によって便秘を解消できれば腸内環境を良くすることになり結果体臭予防になるわけです。また生姜には消臭効果だけでなく殺菌作用があるので、例えばお口の匂いが気になる時にもお口の中の雑菌を抑えてくれるので口臭予防にも役立ちます。でも生姜をすりおろすのって面倒だなぁなんてことないですか？実は私もそうなんですけど、そんな時はこのような無添加の生姜パウダーを茶湯や味噌汁などにこうちょい足しして飲むと簡単で便利なのでおすすめです。3つ目、緑茶。突然ですが質問です。緑茶の成分といえば何が思い浮かびますか？緑茶といえばカテキンという声が聞こえてきそうですね。
その通りです。先ほど体臭を発生させないためには皮脂を酸化させないことが大切ですよとお伝えしました。この緑茶に含まれるカテキンは酸化をブロックする抗酸化作用があるので体臭予防に効果抜群というわけです。さらにカテキンには抗菌作用もあります。雑菌の繁殖を抑えるので菌が繁殖すると強まる汗臭、特に足の匂いにも効果があります。例えば食後のコーヒーを緑茶に変えるだけでも体臭が変わってきますのでぜひ取り組んでみてくださいね。4つ目、ごぼうを食べると豊富な食物繊維の働きによって腸内環境が良くなります。結果体臭が軽減されるんです。またごぼうのポリフェノールには匂いを抑える消臭効果もあります。でもごぼうが匂い消しというイメージってなかなかないですよね。例えば魚のあら炊きや土壌鍋にごぼうを入れるのはポリフェノールが臭みをカバーしてくれるからなんですね。そう言われると昔から自然にお料理にも使われているんだなということがわかると思います。先人の知恵ってすごいですよね。ここでごぼうの消臭効果を最大限生かすためのポイントがあります。ごぼうは皮に匂いを消す成分が多く含まれているのでごぼうはよく洗って皮ごと使うのがおすすめです。5つ目、梅干し。梅干しといえばどんな効能が思い浮かびますか？3秒考えてみてくださいね。いかがですか？梅干しといえば殺菌作用のイメージを強く持っている人が多いのではないでしょうか。例えば夏場にお弁当が傷まないように私は娘のお弁当に必ず梅干しを入れています。実はこの殺菌作用は体臭を抑える上でもとても重要なんです。殺菌が繁殖したお弁当の異臭ってすごいですよね。実は体も同じで雑菌が繁殖すれば体臭の原因になります。なのでこの雑菌の繁殖を抑えてくれるのが梅干しの強みです。さらに梅干しの酸っぱさの元であるクエン酸が汗の匂いを軽減してくれますから、どうも汗の匂いが臭い気がすると思ったらパクッと一粒梅干しを食べてみてくださいね。6つ目、純リンゴ酢。匂いの元となる乳酸やアンモニアの蓄積を防ぐ働きがあります。私は毎日大さじ2杯この純リンゴ酢を摂取しています。例えば白湯と蜂蜜で作るリンゴ酢白湯とか納豆にちょい足しして作るリンゴ酢納豆とか、あとスキャベツを作る時も使ったりします。詳しいレシピはこちらの別動画をご覧くださいね。ここまで大丈夫ですか？今回紹介した体臭を消す食材6つはどれもいつものスーパーで手軽に買えるものばかりです。体臭を消す食材6つの効果を最大限生かすために腸を整えてくれる食材を一緒に食べるようにしましょうね。するとさらに腸内環境が整って体臭を気にすることからも、実はダイエットからも卒業することができます。今後リバウンドなしで人生最後のダイエットにしたいという方は私の公式 LINE がおすすめです。今回の動画でご紹介しきれなかった美味しく食べて綺麗に痩せる1ヶ月分の食事メニュー90食分、綺麗に痩せるための体質タイプがわかるチェックリスト、腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍、ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど、合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ、10秒ほどでプレゼントが受け取れます。今回のまとめです。体が臭う人のタイプ4つは1加齢臭、2ミドル脂臭、3汗臭、4疲労臭。体臭を消す食材6つは1ヨーグルト、2生姜、3緑茶、4ごぼう、5梅干し、6純リンゴ酢でした。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体制と生まれ変わるための役立つ情報をお伝えしますので、今のうちにチャンネル登録とベルマークのクリックをよろしくお願いします。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねやコメントをお願いします。また質問には私がお返事しますね。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。